こんにちは、吉田さん、そして動画をご覧の皆様、億万長者合宿リメンバーの速稼塾の久保でございます。まあ、私はですね、最近ね、非常識だなっていうふうに怒られたりとか、あなたは全然現実が見えてないとかね、社会的な通念がないとかね、こういうふうな言葉で、なじられることが続いたんですよね。その極めつけが最近のコロナウイルス騒動で、マスクの値段が高騰してるっていうんでね、私検索してみたんですよ。そうするとマスクが50枚で1100円ってのが一番上に出てきたんで、50枚で1100円のマスクってこれ高いんですかね、安いんですかねっていうふうに出しました。私は安いと思って出したんですよ。私がコストコで買ったマスクってのが確かね2980円だったと思いますんで、それに比べてコストコって別にそんなに高値で売ってるもんでもないと思うんでね、それよりは安いよねと思ったんですけども、とりあえず安いのか高いのか分かりませんって形で50枚セット1100円のマスクをこう出してですね、画像を出して、これ高いのか安いのかすいません教えてくれませんかって言ったら、これ高いってね一律に言われました。普段自分が使ってるのは50枚で600円だとかね、300円だとか言われたんですよ。マスクってむちゃくちゃ安いんだなと思いましたね。私マスク1枚ね、確か誕生日のプレゼントで買った時に、小学校の時に買ったんですけども、100円ぐらいしたと思うんですよ。1枚100円ね。で、1枚100円っていう感覚はなんとなく思い出せるんですけども、今デフレも手伝ってなのか、1枚10円以下なんですね、マスクってね。いや、1枚10円以下は確かに安いけど、1枚10円のマスクが1枚50円になったところで、そんなに高っ、なんだこの転売屋っていうふうになるかなっていうのが私の感覚だったんですよ。で、私はね、もう本当に全然感覚分かってないなとかね思いましたね。ですぐにドラッグストア行ったんですよ。でドラッグストアに行くとマスクが結構売り切れてるのもあったんですけども、なんか売れ残ってるのがいくつかあったんですよね。それは298円のマスクがずらーっと売れ残ってたんですよ。298円、要するに300円のマスクが、このマスクがない、マスクがないって言われてる中でも300円で売れないということなんですよね。だからなんかね、ラーメン食べても5、600円はすると思うんですけども、マスクは売れないと。で、私がねそこで思ったのは、もしかしたら私もそのいわゆるね常識的な感覚とか価格のこととかが分かりにくくなってるなって感じたんですよ。で、当然ですよね、私隠居してもう4年ぐらいになりますんで、社会から離れてるわけですよね。全く分かんないなと思いますよね。ひどい時には1週間この部屋から出ないわけですから、そうなるとやっぱ社会のこと分かんなくなるなと思いました。で、ここでね何が言いたいかっていうと、非常識な人生を私は歩んでいるという自覚はあるってことなんですよ。ですんで常識がないと言われたらその通りなんですよね。で、逆にですね、私が常識人だったら多分この暮らししてないんですよ。多分満員電車か渋滞に悩まされながら朝8時ぐらいに出勤して、で夜はね8時か9時ぐらいに帰ってきて、生まれたばかりの子供もめったに見ることがなくやってるのかなとか思うんですよ。私の能力でしたらね、そんな一部上場企業とか勤められないと思いますから、いいところブラック企業の、年下の上司がいるところだと思うんですよね。私も47ですから。そう考えたら私が常識的な人間だったら、本当にね世の中の物価は高いなっていう感覚のまんまに手も足も出ないようになってしまってる部分もあったり、それから誰かを恨んでみたりとかねするんだろうなとか思うわけなんですよね。私の性格上、他の方がそうしてるってことじゃないですよ。他の常識的な方が誰かを責めてるとか常に不満を言ってるっていう風な決めつけをしてるわけじゃないですよ。私の性格で普通の暮らしを送っていったら多分私は腐っているだろうなと思うんですよね。だから私は常識的な人生が合わなかった人間として非常識な人生を選んで、で麻雀店の経営をしてるところまではまだね常識の範疇だったと思うんですよ。でも多くの方は麻雀店に勤めてるって言った時点でちょっと下に見るというかね、そんないつまでも続かないよとかね、そんななんか法律破るようなギリギリのことしてて、裏の家業の人だよみたいに思うかもしれないですよね。まさにそうですしね。労働基準法とか完全無視ですし、税金も納めてるのかどうか分からないようなね、そういうような営業形態が多い中の一つでしたからね。で、麻雀店をやってるとこまでがギリギリ常識の範囲だったのかなと思うんですよ。なぜなら毎日お客様が来て、そのお客様に対しては常識的な対応をしないと、
やっぱりに異常な人間が店舗をやってたらどうですかってことなんですよ。さすがに商売にならないと思いますから、きちんと挨拶をしたり名刺交換をしたりとか、まあおしぼりでね手を拭いたりとか、なんかこうお掃除をしたりとかね、なんかいろいろあったと思います。まあそう考えるとこれは非常識だなと思いますよね。さあそこでですね、あの常識なのか非常識なのか分かりませんけども、江頭さんの話が出てましたんで、江頭さんのことについてもちょっと私話してみようかと思うんですよ。それはですね、江頭さんが何かこんなことをやったあんなことをやったっていういわゆる都市伝説みたいなことがね結構いっぱいあって、それ私江頭さんって意外な人だなと思っていろいろ見てたんですよ。例えば被災地に10トントラックで救援物資をね届けたとかね、それから毎日毎日公園で芸をしていて、それを見に来た一人の女の子が全然笑わなかったのを笑わすために一生懸命毎日毎日公園に行ったとかね、そういうなんか都市伝説みたいなのがネット上に語られていて、で結局それが本当か嘘かってことでね、江頭さんに直接聞いたことがあるんですよ、そのある番組で。でそれを見ていくと、江頭さんは話を全部聞いた後になんかね、その怒り出したというか呆れ出したというかね、こう言ったんですよ。俺がそんないい人間なわけないだろうと、みんなで寄ってたかって俺をいい人間するのやめてくれと、俺はそんな人間じゃないよとか言ってね興奮したりしたんだよね。あ、なるほどと、江頭さんの芸ってのは善人であってはいけないんだみたいな珍しいスタンスだなと思いましたね。これも非常識だなと思いましたけどね。でそれから江頭さんがなんで結婚しないのかっていうことをね、答えさせられた場面もあって、それがね、江頭さんともう本当に江頭さんみたいな人が好きなんですみたいな人がやっぱり現れるわけなんですよ、女性がね。でなんで結婚したいのかっていうことを江頭さんが答えた場面があったんで、これもねすごいなと思ったんですよ。私のまだ私の非常識もまだ常識の範疇だなと思うところでした。江頭さんが答えたのは、俺みたいな人間と結婚して嫁はまだいいと、生まれてきた子供が俺が父親だったらどう思うよと、だから俺は一人でいるんだっていうふうに答えたんですよね。すげえなと、なんだこれはと思いましたね。で今回の動画が億万長者への道にね通じてるのかどうかってことははっきり言って分かりませんけども、ただ言えるのは、常識の行動と常識な思考をしていれば常識的な結果しか出ませんから、短期間で1億円っていう現金をね手にすることはないだろうなと思います。それが常識の世界だと思います。で非常識になったからといってその全てがね1億円に通じてるわけではありません。ただ億という単位で物を考える人っていうのは常識ではおよそ考えられないことをしてきたっていうのはまあ確かだなと思うんですよ。で重ねますけども、非常識をすれば必ずゴールが近くなるわけではなくって、もっと状況悪くなることの方が多いんですよね。だから非常識に対してその非常識を美化するようなことはねあんまり考えない方がいいと思います。結果的に自分の人生を私はね振り返ってみて今気がついたのは、ああ自分ってのは非常識で世間知らずだなってことが今更分かった、改めて分かったっていうことなんですよね。さあそしてですね、この私の話に共感する人は気をつけてくださいよ。あなたも非常識な人間である可能性が高いです。隠居になる可能性が高いです。プラス短期間で1億円稼げる可能性が高いです。ご用心ください。それではいってらっしゃい。